はい、皆様こんばんは。9月2日月曜日、しゃべくり松代第149回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からちょっと雨模様で、現在も少し降っております。さて、今日のゲストをご紹介いたしますとですね、松代で、このおまんじゅう屋さんを、ね、おまんじゅうを作ってですね、90年余りでですね、3代目の夏目商店店主の夏目和彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はおまんじゅうのことについてね、いろいろお話をお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、和彦さんはお店をですね、お父さんからお引き継いだってね、はい、いつ頃あれでしょうかね。ちょうど私が25歳のだから今から30年ほど前になります。ああ、そうですか。はい、その当初はどうですかね、これ今までどういう仕事をなさってたんですか。長野で紙の卸問屋で、はい、配達の方をやっていました。はい、今。あ、そうですか。はい、これ何年ぐらいあれですか、サラリーマン。ちょうど高校卒業してからですから、はい、7年間ぐらい。はい、これだけど、そのサラリーマンを辞めてね、まんじゅう屋やるっていうそのきっかけはどういうあれなんでしょうか。はい、24歳ぐらいの時に、おばあさんが亡くなりまして、はい、それで人手がね、丸める人手が足らなくなっちゃったもんで、それで、親に入ってくれって言われまして、それで、会社を辞めて、うちに入りました。ああ、そうですか。はい、その引き継いだ時の気持ちってどうですか。お前悪いけどやってくんねえかって、一緒にやろうかって言った時にはどうですか。そうですね、もう昔からもうまんじゅうは、まんじゅう屋っていうのは引き継ぐって言われてね、育ってきたもんですから、それで、まあ、しょうがなしっていうわけでもないんですけども、はい、なるほど、頑張ってみようかなと思って。はい、やっぱそうに言われてくると、あれだね、お父さんの勝ちだね。そうですね、昔からの吸い込みがうまくいったっていうことで。そういうことでしょうね。はい、あと、じゃあこれ、あれですね、このお父さんの時のあれで写真ちょっと見ていただければあれなんですけど。はい、ね、これがあれですね、松代まんじゅうっていうことで、はい、今のひらがなの字とちょっと違う昔のあれになってますかね。形ですよね。そうですね。はい、お父さんのあれでも、今前でにもあれなんだ、バイクなんかね、はい、昔はやっぱりああいうあれので配達してたりなんかしたんでしょうか。昔はもうね、バイクだけで配達してましたからね。はい、なるほどね。車ないもんで。まあ、なるほどね。はい、あとはあれですかね、この今ある、夏目さんのお宅の場所ですけど、町歩きセンターからですね、ここに今町歩きセンターあるんですけれど、ここも今真っ白テレビの入ってる場所なんですが、これからずっと下がっていただくと轟き委員さんって開業医さんあるんですけど、その上ですね、ここが夏目さんのお宅になりますですね。ここがですね、で、まあ、ずっとこれ行くとインターの方へ降りていくような形にはなりますね。ここが、交差点、それからこれが上がっていくと右へ行くと、真っ白城の方へ行くっていう形のあれですね。そうですね。はい、はい、あれですかね、そのお父さんが入って、じゃあ息子が一応継ぐよって言った時に、ね、その見た感じってどうですか。お父さんの表情を見た時、あ、まあ、やっぱなんか嬉しいとか、なんか感じたものってないですか。そうですね、やっとうちへ入ってくれるかっていう感じでしたかね。ああ、そうですか。あとはそのあれですね、そのまあ独り立ちするまでいろんなあれがあったと思うんですけど、はい、それまでかかった時間みたいなのってどうですか。意外とね、意外とすぐは親父が、はい、渡したっていう形でね、ほとんど半年くらいでしたかね。はい、親父がついて見てたっていうのが、はい、もう完全にあれですか、手取り足取りってじゃなくて、もう見よう見まねみたいな。そうですね、見よう見まねですよね、本当にね。なるほどね。そういった時はどうなんですかね、その、まあ、その時はもう結婚されてたんですか。まだ、まだまだですか。それから以後であれですか。そうですね、その3年後くらいに結婚しまして。ああ、そうですか。はい、でも奥さんもあれですよね、その
まんじゅう屋さんの息子さんとっていうのは何か言われなかったですか、親の方にはね、やっぱり個人商店に入るっていうのはね、大変じゃないかって言われてましたけども、一応うちのが同じ会社で、ね、一緒に働いてまして、まんじゅうやってるってことはもう分かってましたから、知ってましたからね。あ、そうですか、それで入ってくれるってことで。あ、そうですか。そういった点では良かったですね、すんなり。そうです ね、 ね、あとはあれですね、今これ、まんじゅうの今これ見ていただくと、今こねてるとかってやってらっしゃるしね、はい、これ何時頃やるですか。これが、4時半ぐらいになりますね。4時半ね。酒すって後に、それからこねに入りますから4時半くらいで。ああ、そうですか、はい、これってあれですか、その前なんか全部やると10時間ぐらいかかるとかっておっしゃってたんですけど、はい、そうですね、その前前日に何かやるんですかね。そうしたら前日に酒の仕込みをやりましてね、10時に、前日の夜10時に酒を仕込みまして、で朝まで寝かして、それからその酒をすりまして、でそれからのこねの時間に入ってきます。酒を何する、する、ザルですって、酒を、そうですね、だから麹と麹に、麹とお粥を炊いて、そこに酒の菌を入れまして、それでその寝かしたやつをすると、やっぱり液が出るっていう感じなんですかね。それをじゃあ置いといて、4時になったら今のこの工程に入るんですか。そうですね。でそれでもって工程に入ってこねて、それから切ってあんこを、これは何ですかね、切ってる、手で切ってるとこですね。切って、手で切るの。うちはもう本当に手で切るの。そうです。なんか昔テレビで見ると、なんていうんですかね、飴やってるの。ああ、そうですね。ああ、それと、そうですね、こんな感じですよね。あれ伸ばしといて、それであれだったら包丁で、切りますけども、うちはもう手で、切る、そうですね。これ右側が奥さんで、おばあちゃん、おばあちゃんですか。あれは何、お母さんなんだね。あんこを入れて、丸めてるとこです。はい、でも昔、昔じゃないけども、普通のおやきだとこうやって広げて入れるじゃないですか。ああいう感じでいいんですか。そこまでじゃないですか。そこまでは入れない。親指で軽く押して、あんこ入る、あ、そんなんで穴を開けまして、そこへあんこを入れるって形ですよね。あ、そっかそっか、はい。こういう大きくなるのは、その5段だね。そうですね。だからこれだと、もう少しだったらいくつぐらい、もっと4分の1ぐらいになっちゃうんですか。そうですね、どんくらいだろう、4分の1かもしれないですね。そのくらいの大きさでね、3分の1か4分の1くらい。あ、なるほどね、はいはい。でそれでもってあんこ入れて、続いてで、これでせいろに並べて温めるっていう形ですね、温めて、要はあれ何でもそうだけど、蒸気上げといて、でそこへ入れるっていうことですね。そうですね、そういうことですよね、はい。で今せいろを乗せてやるっていうことですよね、はい。これどうなんですかね、まあ暑いとは思うんですけどそうですね、夏は暑いですけどもね、冬はちょうどいいです。そうですか。いつもあのくらいのあれですかね、冬なんかはやっぱ暑いから。そうですね、はい、やっぱりそれでも冬は、やっぱりそうですね、半袖ですよね。あとこれが上でせいろをやって、これがこれでどのくらい上げるんですか。ふかしてる時ですね、だいたいこれで12枚くらいですね。これで何分ぐらいやるんですか。これで20分浮かして、で30分置きまして、息を抜いてね、でそれからひっくり返して合わせていくと、で、まあ、出来上がりという形ですよね。あ、なるほどね、この下がこれがそうですね。そうですね、このだけど上に一番上のこのしびてるやつ、あれはなんかこれがね、どういうわけか知らないんですけども、出ちゃうんですよね、しびっていうのは。なるほどね、分からないんだね。そうですね、どうしてできちゃうっていうのが、
ね、何十年作っても分かんないですよね、これはね。やっぱり、何個か出るんですか。そうですね、うん、何個か出ちゃうんですよ。いい時はね、本当に、本当に1つ2つくらいで済むんですけども、本当にひどい時はね、半分くらいダメっていう時も、あ、そんなにあるんですよ。それやっぱりあれかね、工事っていうか、それのタイミングとかそういうのあるんかしらね。それが分からない。それが分からないですよね。温度変化っていうのも多分あると思うんですよ。あ、なるほどね。よくね、冬に多いですからね、しびれっていうのは。あ、そうですか、はい。あと今まであれして、その何ですかね、これも30年ぐらいの、そのまんじゅう年、まんじゅうの30年前のまあ様子っていう形でこれちょっと出してみましたけど、一番で春秋のお彼岸だとか、あとお盆、年越し用に配るんだよって、お祝い、赤ちゃんのね誕生だとか、あと敬老会だとかありますわね。あと幼稚園、これ入園児だとか、あと3月の入学祝い、ね、紅白饅頭とか、あとはあれですかね、あとは、そうですね、ちょっと言い忘れちゃったんですけどもね、昔は春夏秋後の蚕の蚕揚げの時にね、よく使ってもらってね、それも蚕揚げもね、もう今なくなっちゃいましたからね。そうだね、松代は本当に結構ね、盛んでしたからね。蚕さんって言ってたりね。そうですよね、松代中やっぱりやったら、そういう時なんか相当忙しかったでしょうね。そうですね、本当にいい時期でした。そうですね、なるほどね、はい、わかりました。そうすると、これ何ですかね、この蚕さんもそうだけども、このお彼岸、現在にしてみたら、この二重丸の捨てるところがまあ一番出てる時期っていうことになるんですかね。そうですね、今はそんな感じですよね。なるほどね。ちょっと寂しくなっちゃってる、ね、そうですね。でもこれ私も今ちょっと見たけど、松代にもう一軒あったけど、もうお辞めになってしまって、夏目さんしかないっていう、ね、そうですね。で、長野市内の方見てみると、まあ、夏目さんと、あとはあの鶴屋さんとかね、2軒ぐらいしかないとかっていうんでね。だからまあこういったその松代で、そのなんていうかね、その一軒ね、ずっと昔からあって、これだけそのまんじゅうだけでやってるっていうのは珍しいし、私としては残してもらいたいなって、後継ぎみたいなって方いらっしゃるんですかね。ね、今んとこね、今んとこ考えてないんですよね。あ、そうですか。なんかなかなかね、減ってきま、減ってきちゃいましたからね。小売りがね、ほとんど少なくなっちゃって、ね、うん、少なくなっちゃいましたから、やっぱ時代の流れ、ね、流れでね、なっちゃうけどね、ちょっと難しいかな、やってくっていうのはね。なるほどね、まあ、できるだけみんなで食べてもらえば一番いいんでしょうけどね、本当にね。まあ現状のやつでね、今こういう形で、お店が今これ新しいところですよね。そうですね、はい、先ほど地図で示しましたけど、この下が結局正面から撮ったあれですね、はい、そうですね。これが漢字見ると、まんじゅうでね、今の仮名遣いになっちゃってましたよね、はい、これはどういうあれなでそういう風になったんですかね。これがね、多分だと思うんですけどもね、業者さんがこのこういう今の風の感じでつけちゃったと思うんですよ、ね、はい、まあ、せっかくなんで ね、 でね、ちょっと、おまんじゅうちょっと写していただいていいですかね。今日ちょっとおまんじゅう持ってきていただいたので、あれですけれども、はい、これもね、ちょっとあれがかぶってるんで、ラップがかぶってるんですけど、取っちゃうって言ったら乾燥しちゃって美味しくなくなっちゃうよっていうんで一応やりました。で、こちらに今ね、一つ取ってみまして、はい、これおまんじゅうですのでね、これまあ一つちょっと割ってみてですね、中見ていただきたいなと、はい、こういうあんこですね、まあ、かっこよくちょっとあれしますけど、はい、うん、でちょっと時間近くなってるんでちょっと味わってみたいと思います、はい、これはこしあんですね。そうですね、うん、はい、これも練るのは自分でやるんですか。そうですね、生を取りましてね、うん、それでうちで練って、うん、出してます、はい、美味しくいただいております、はい。これはまた皆さんでね、ちょっとこれからスタッフ皆さんで食べたいと思いますけれど、はい、
まあ1軒しかないんで、ねはい、なんとか頑張っていただければなと思いますけれども、はい、そうですね、はい、今日もお忙しいところいただいて本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。美味しかった、うん、みんな見てる前で食べるなんていいね。最高だね。よだれが出ちゃった。そうか、いやこれ今あるからこれで食べましょう。じゃあ後でね、はい、いただきます、はいはい、ということで皆さん、うん、来週は、うん、来週はね、はい、こんな形です。どんな形、はい、うん、こんな形だいたい150回あ150回だね、この記念でね、記念で、はい、これみんなでね、うん、これ並べて並んで人を並べてね、はい、これでね、うん、皆さんスタッフ全員で ね全員で、おしゃべりしようかな。あ、はい、今までどんなあれがあったかなっていう、生放送だからそういうこと、ね、うん、生放送だから失敗したことが良かったとこ、うん、そうそうそう、ね、うん、これからどうしようかなっていうのも面白いじゃないですかね、生放送ならではの醍醐味など、うん、そうですね、皆さんの方から話する、うん、はい、じゃないかな、パーソナルで宮坂さんなんだ。あ、俺がするんか。そうだよ、うん、分かりました、はい、分かりました、そういうことで、はい、はい、それでは来週のしゃべくりまちろ、はい、おまんじゅう食べてから、はい、あ、じゃねえか、うん、はい、分かりました、お願いします、はい、それでは来週のしゃべくりまちろ、どうぞお楽しみに。しゃべくり松代、また見てね。